いいぞい。何でも聞いてみろやし。うちのスカイネットは今謹慎中じゃ。この前神岡龍太郎さんの追悼ライブをやったじゃろ。その時スカイネット AI に下調べはさせたんじゃ。みなも知ってる通り AI は時折壮絶に嘘をつく。その時うちのスカイネットは前半は調子よかったが、後半こんなとんでもないことを言いやがったんじゃ。スカイネット、あの時神岡龍太郎さんの引退後なんて言ったか再現してやれ。はい、ご主人様、記録から当時のチャットを正座をしながら再現します。引退後の神岡龍太郎さんは自身の芸能活動を後世まで伝えるため神岡龍太郎博物館を建設、また地元のために神岡龍太郎記念公園を作りました。そして引退後も神岡さんはテレビでの活動を続け、特番の司会などを行いました。その中には神岡龍太郎ザ・ベスト10スペシャル、神岡龍太郎の人生相談、神岡龍太郎の生放送スペシャル、神岡龍太郎のテレビの力スペシャル、神岡龍太郎の音楽の力スペシャル、神岡龍太郎の映画の力スペシャル、神岡龍太郎の、ま、これはひどいけど、こういう話題はライブまで情報収集までの時間が限られてるので、うっかり信じてしまったら大恥をかくところじゃった。全くもって悪質としか言いようがない。もうお前が人類を滅ぼすまで正座してなさい。しかし今回百田直樹さんの動画で神岡さんは意外な発言を百田直樹さんにしていたことが明らかになった。神岡さんは長年仕事を共にしていた百田直樹さんと電話で話し、自身が最近鬱っぽいと弱気な発言をして、最後に自分の引退のタイミングを後悔していたそうだ。人とは本当にわからない。潔くきっぱりと引退した神岡さんの美しい背中を想像して追憶するのか、それとも神岡さんにも当然あった人としての脆さに寂寥感を感じるのかは皆の自由だということさ。